ちゃんできたよ。はる。今日から授業。うん。進路相談のことうまく言われてなかった。そう。いつするのかな。裏の佐藤さんちのおばあちゃん転んだらしいよ。大変だ。大丈夫だったよな。なんかシロちゃんの散歩してたんだって。シロちゃんもいい歳だよな。よし。あ、教科書代足りてる？大丈夫？うん。ありがとう。お湯多くないですか。こんなもんか。おいしい。ねえ、勉強にさ、大土に行きたいなと思ってるんだけど、はるちゃんも一緒に行こう。私も。うん。もう開く前とかすごい綺麗になっちゃって、やっと8年だよ。これは行かないとね。ひろこさん。うん。うん、そっか。ひろこさん。いってらっしゃい。考えてみてね。いらっしゃい。
はるちゃんおはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いらっしゃい。気をつけて。ひろこさん。
子さん。ひろこさん。切れますか？少し落ち着かれてますので中にどうぞ。待てますか？ひろこさん、お父さん、お母さん。
怖い。怖い。なんだ、どうしたんだ。大丈夫か。起きれるか。ほら。なんだ、どうした。なんだ、大丈夫か。立てるか。ほら、立て。大丈夫か。少し休んだけ。ほら。これうちだから。ほら。どっから来たか分かんなきゃ送りようがないから。ばあさんしかいないから、ほら。上がれって、ほら入れ。あ、手洗い。汚れてっから、ほら。そこでいいから。あかんごかえん。びっくりさせんなよ。死んでるかと思ったよ。そこ座れ。ほら、ここ。ここ。な、ほら。なあ、どっから来た？後で送っていくから。ああ、ちょっとどうすっか。まあ、よっしゃっと、いいか。起きたか。
客さんじゃ。おふくろ。あやこじゃないよ。おかえり。おかえり。悪いな、ちょっと、もうちょっとボケてるからな。あやこ、ごめんな。ごめんな、あやこ。もう、話せ。話せって、ほら。いいんです。口利けんだな。来る時になったら手離すと思うから。綾子ってのは俺の妹だ。もう10年以上になるけど死んだんだ。その後に親父もすぐ死んで、そっからはおふくろのボケがひどくなってな。女房も子供連れて出てっちまった。まあそこら辺は俺がいけないんだけどな。そうか、送ってくんだってな。地震とかもう全く関係のないのどかなとこだったんよ。だけど去年の豪雨で山が崩れて、で全部流されちまった。すぐそばの家も流されちまった。この家残ったのはたまたまなんだよ。本当にたまたまだ。生きてるっていうのは偶然なのかもしれないな。でも生きてるとな、食わなきゃなんないんだよ。食って出して食って出して。あんた誰？春と言います。春ちゃん。どっから来んさった？大土。大土。大土って、大土ってどこだ？そこに、なんだ、家族いるのか？うん。6つの時の広島に大きい爆弾が落ちてな。原爆だ、原爆。うちはまだ子供じゃったけよくわからんかったけど、おじさんの嫁さんが広島の人じゃったけ、お嫁さんの家族がどうなってるか見に行こうって言ってな、広島に行ったんよ。でおじさん帰ってきたけ、骨箱を一つ持っとってな。おじゃ何を思うたんじゃろうな。人間の骨が見とうて見とうて、
おじさんに骨見せろ骨見せろって言ってせがんだんよって。おじさん、うん、骨なんか見たって面白いない言うて言うとったけど、あんまりうちがせがんもんじゃけん骨ばかけて壺の中見せてくれたんよ。さっきうちが見たかった骨なんかなんも入っとりゃせんでの、ほんで学生ボタンが一つ入っとったんよ。うちはそん時骨がないけん学生ボタン見てがっかりしたんよの。うちが見たかったのは骨じゃったのに思うての。ピカに会うた人のこと思うや、子供じゃ言うてもなんぼにもむごいこと考えた思うての。うちは自分が許せんのよ。食えって、うん、私の家族は津波で流されたんです。大槌ってあれか、岩手県か。そのお寿司か。お前ほら生きてんだから食わなきゃな。食え、ほら食え。ばあちゃんのお口でほら食え、ほら、ほら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 、一緒に食え、ほら食って食って。本当に一人で大丈夫か。妹の綾子な、自殺したんだ。お前見つけた時に同じ目してた。死ぬなよ。生き残ったもんは食わなきゃな。ほら、じゃあな。ありがとう。
ちゃってるからね。未成年でしょ。警察引き渡すとかさ。何それ。誰かを保護してあげないとじゃん。それが大人の責任でしょ。だから乗せてあげてるよ。俺たちの手に負えないかもしれないじゃん。大人として保護してるって。なんか俺たちの手に負えない状態でどうするの？なんか事件に巻き込まれてとかさ、なんかあるかもしれないじゃん。誰かちゃんと叱るべき人がさ、状況聞かないと。じゃあ家に連れてく？え、勘弁してよ。とりあえず。いや、無理でしょそれは。絶対ないよそんな。あ、よく寝てたから起こさなかったけど、だいぶ走ってたよ。どうする？俺らこの先さ、山の方に曲がっちゃうけどさ、どっかその辺の町へ降ろそうか。とりあえずさ、お腹空いたからなんかご飯食べよっか。もう食うの？うん、だって二人分だからお腹空くんだもん。そう？な、名前春だっけ。春ちゃんも食べよっかね。そういうことで。はいはいはい。おう、ごめんよ。気をつけて、命授かってんだから。親御さんはさ、今あなたが甲子園の知ってんだよね。普通知らないでしょ。ねえ、なんで？なんで？なんで？だって知ってないとおかしいじゃん。いや普通じゃないからね。その学校の制服着てさ、ヒッチハイクしてるって危ないよ。いいよ、食べようよ。いや、だって危ないじゃん。どうすんの？だってなんかさ、何が危ない？いや、ただの家出とかだったらまだいいよ、最悪ね。でも変な人とかいっぱいいるからさ、本当に。どっか連れ去られちゃったりしたらどうすんの？俺らだって誘拐犯だったかもしれないよ。だってそんなつもりないでしょ。そんなつもりないけど、ないよね。ないけど、そういう人だっているから気をつけてねって話じゃ俺がしてんの。でも私たちが安心できるから乗ったっていう危機管理能力はあるってことだもん。まあね、言うたらね。だいたい食べよう食べよう、よっちゃんだけに乗ったらやばいよ。乗らないよね、さすがにね。すっげえだな。本当に。俺で乗ったよね、でもね。俺だから乗ったんだよ。なんでもいいけど。こいつ大丈夫だなと思う。警察みたいに聞きすぎないで、とりあえず食べよう、冷めちゃうから。はるちゃん食べて。いいけどさ、別に。ありがとうございます。どうぞ。どうぞ、お食べなさい。ねえ、ちょっと取ってあげてよ、少し。ああ、適当にやろ。適当だね。はるちゃんお皿ちょうだい。まあ姉ちゃんも家出少女みたいなもんだったからね。私？うん。いいじゃん。もっと全然広いからね。俺なんかがさ、いや、もっとちっちゃかったよ。あなたなんかよりさ、もっとちっちゃかった。ありがとうございます。はい、すっごい美味しそう、みんな。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、失礼します。あ、じゃあそっち。はい。おい。いっぱい食べ。チャーハン。あ、ありがとうございます。はい、すいません。うまそう。本当遠慮しないで食べてね。どうぞ。すごい、何このチャーハン。いや、ゴムチャーハン好きなのよ。ちょっと待って。え、写真撮る？写真撮らねえよ。わかんないわかんない。女子そうじゃん。撮りたがるじゃん。びっくりしちゃった。そういうタイプだと思って。やめてよ。見たいからもうやめてよ。本当に。そうじゃなくて、はるちゃん手つけるんです。さっきに食べた。もうご飯食べる？な、喋っちゃう？面白いよ。本当にいっぱい食べるから。やだよね、このおじちゃんが食べた後のね、チャーハンスプーン。確かにね。あるか。姉ちゃんなんか SNS 的なのに熱心な人だなと思って。全然、ありがとう。食べよう。うまい。いけてる？うん。うん。でも腹減るでしょ、だって家で。あれ家出じゃないからね。いや、家出みたいなもんじゃん。なんで？急に飛び出してさ、それっきり帰ってこなかったんだね。まだ10代とかしたってあれだって。だから自分別に家出って思ってなかったけどね。自分で出ないとあそこにもう入れないと思ったから。姉ちゃんの見解でしょ。姉ちゃんから見たら家出じゃないけど、俺らから見たら家出だもんなって。いてて。大丈夫？よっちゃん、笑わせすぎんだよ。
食いすぎでしょ。痛い痛い痛い、ちょっと待って待って、マジ痛い。本当に大丈夫？うん、大丈夫大丈夫。っていうかね、たまに張るんだよね、突っ張ってくる。横になる、横になったりする、うん、ちょっとちょっとだけ。大丈夫ですか？あー、すいません。お助けありますので、もしよろしければ。いいですか、お借りして。はい、すいません、横に出してもらおう。うん、ありがとう。ごめんね、ごめんね、食べてて。ちょ、大丈夫だよ、食べて。すいません。ちょっと袋に電話してくるわ。オッケー、ありがとう。はい。大丈夫ですか？うん、ありがとう。今すっごい動いてんだけど、触る？まだまだまだ。よいしょ、ちょっと待ってよ。どうだ？道は今度行ってさ、分かってるよ、分かってる、はいはい、だからゆっくり行ってるからっていう、動いた？分かった？動いた。そうだね、はるちゃん挨拶してますよ。うん、はいはい、いや、着く前に連絡するよ。はい、言っとく。はいはい、はい。ねえ、すごいでしょ。今すっごい動いてるから、起きてるんだよこれ。女の子なの。すごいよ、女の人って人間作っちゃうんだよ、お腹の中で。なんかね、自分のお腹の中がね、これ小宇宙になった感じ。人間だよこれ、はるちゃん。ほら、最初クリオネみたいだったんだから。動いた。この子ね、女の子でお父さんいないんだけど、産むことにしたんだ。今43でね、みんなが高齢だからやめなさいって反対するんだけど、自分の心の声聞いてむことに決めたの。いつか一緒に歌いたいなって思ってる。うわ、あ、来た来た来た。はるちゃんはいつか産む？赤ちゃん欲しい？大丈夫？あら、大丈夫？よし、じゃあ、はい、お別れ。頑張ってください。お姉ちゃん、またね。ちょっと待って、ちょ、財布貸して。いいから、ほら。
ちゃん。ちゃんと帰ったら連絡してね。シャメリー、シャメリー。はい。よかった。なんだろうな。5000円。ありがとうございます。家帰ったらちゃんと返してね。これここに返してね。連絡先。連絡して。じゃあ気をつけてね。またね。よいしょ。ありがとうございました。うん。出すよ。うん。じゃあね。こんばんは。あれ、一人？高校生。俺たち車だからさ、家まで送ってあげるよ。ねえ。え？なんだ？腹減ってんの？めっちゃいいもん。おはちょっと待ってよ。よし、ゲッチュ？なんか食べ行こうよ。ゲッチュ、ゲッチュ。ゲッチュ？あ、ほら、大丈夫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 。持ってきなよ。いいよ、いいよ、遠慮しないで、遠慮しないで、遠慮しないで。何食べる？え？遠慮しないで、遠慮しないで。送って。やめて。大丈夫。おい、待てよ。すいません。ねえ、いや、誰もいない。遊ぼうよ。誰もいない。遊ぼうよ。いいよ、おいしいの、おいしいの。いけるって言うと。よし、ほら、大丈夫。MC で、MC で。おい、来いよ。遊ぶだけだよ。早く、早く、早く。待って、待って。すいません。いいから。開けてください。いいから。何食べる？おい。何食べる？何やってんだお前ら。何？この子俺たちの連れだから。関係ねえだろ。おい。なんだよ。関係ねえだろてめえ。違う違う。行け行け行け。
本当よ。なんだよ。顔覚えたかんな。あんた未成年だろ。悪いけどどっかで適当に降ろすよ。俺関係ないし。家どこ？遠いです。え？どこ？岩手。ここどこか分かってる。本当に？食え。ありがとう。福島に行くんですか？福島？ああ、ナンバーか。行かないよ。家どこなんですか？家ないの。これ。ここが家。あんた岩手のどこ？大土。大土か。あそこも被害ひどかったな。大土に帰るの？用事があって埼玉に行くから、どっかで適当に落っことすよ。ああ、食え。
ちょっと付き合ってくれ。すぐ終わるから。チャイと、はい、なんか飲む。じゃあ、ジンジャーエール。ジンジャーエール、はい、どうぞ。チャイとジンジャーエール、はい、すいません、はい、この人知ってますか？メメットさんって。メメットさん、はい、お店に時々来てると思うんですけど、なんか見たことある気がはしますね。あ、本当ですか？はい、でも名前までは分かんないね。あ、どなたどなたに私、ギョルシュマルサンジャーの谷山となり、アブ、キャズマ、ボヤカタシ、ギョルシュマルマル。わかんない。見てないですね。見たことないです。すいません。この人知ってますか？いや、わからないです。どうぞ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃい。でもそれ大丈夫、腹減ったら。すぐできる。すいません。この人。あ、メメットじゃん。知ってます？うん、知ってる、知ってる。あの、会いたいんですけど。いや、あの、どういう関係ですか？震災の時に、はあ、ボランティアで福島に来てて、すごくお世話になったんですよ。で、会いたくて。行ってたね、ヨネ君。はい、行ってた、行ってた。ボランティアで。でも今会えないっすよ。え？今入管に捕まってて、入国管理局。何かあったんですか？いや、別に何もないよね、理由は。何もかあったんです。まあ、理由が何もないまま捕まってるだけだから。今どれぐらい入ってるんだっけ？もう1年かな。1年ぐらい行ってる？まだ出てきてないもんね。まだまだ。家族も奥さんとか子供はまあかこの近くに住んでるけど、本人とはちょっと今はすぐ会えないです、ね。難しいね。いつ出てくるんですか？それは全然わかんない。あの、一応入管が捕まってるから、そういういつまでという決まりはないですね。1年も2年も3年も、それは全然わかんない。全然わかんないね。まあ、ひどい話ですよ、本当。家族はどうしてるんですか？まあ、家族は今この近くに住んでるけど、もうかなり、まあ、旦那のこととか生活のこととか、子供も学校行ってるし。あれ、電話してみたら会います？うん、じゃあちょっと電話してみようか。はい、はい、ちょっと電話してみて。あれを営業になればな。あれナスのスどのナスの、うん、これがナスを乾かしたピーマン、これがカボチャ、カボチャのズッキーニ、それどうやって作るの？これとさ、これは別なの？あ、別だよね。
いや、違う違う。これ食べる。そっちは、あの、細かく噛んできて。自分で作るのこれ。お母さんが作ったんです。あ、そういうこと。こっちは、牛肉とか。メメットさんとは、震災の直後に、ピーマンとかそんな感じのが入ってる。ボランティアで来てた時に知り合ったんです。はい、今、どうしてるんですか？今、収容されてる難民し難民結果ので、うん、収容されてます。いつ出てくるんですか？わからない。え、怖くない？出る予定もない。なので寝すちやった寝んじゃず遊ぶの。お父さんと面会するのはあのガラスがついてる部屋で1年以上ずっと面会して、やっとこの間1年後にあのそのガラスがない部屋で面会できたと。子供がお父さんに抱きしめられたと。そこまでなんでうちらは苦労させなきゃいけない入管が 何を悪いことしたのかと。なんで家族をこんなバラバラにするのかと。まあ、クルド人は独立した方がいいかな。少なくとも自分の国があればみんな帰れるから。自分のふるさとあれば少なくとも帰りたい人はみんな帰れるから、ここまで苦労する必要はないと思う。でも別にうちらは国がなくてもいいと思ってるけど、ただ、まあ、自分の文化で生活したいと。これが家族。え、ママ、パパ、コート。え、めっちゃ弟かわいい。え、何歳？ね、かわいいね。津波で流されちゃって、まだ見つかってないし。え、あの2011年の。なんか、あの時、私も小学生で、なんか、お姉ちゃんと小学校が一緒で、一緒に帰ってて、なんか周りの大人がみんな騒いでて、でも地震とか経験なかったから、でもあのうちらは騒いでただけなのに、あの時悲しんでた人もたくさんいると思うとなんか最悪なんですよ。うちらはその時なんか冷蔵庫からヨーグルトが垂れてて、うわ大変だなって思ったけど、なんか他の人はもっと大変なんだなって思った。かわいい。東日本大震災。え、ママにじゃない？めっちゃママに似てない？ママに似てるよね。なんかお母さんの親戚の通訳で病院行って、なんかそのトルコの方とかクルドの方はみんな女性働かないし、学校も行かないし、日本語わかんないからもう通訳が必要で、で病院行った時に看護師さんもお医者さんも困ってるの見て、マジで看護師になっちゃおうかなってその時思って、マジでなってこういう人たちをなんか助けようかなみたいな、本当そんな感じの成り行きで、え、何します？逆にしんどすごく、まあ、手で押したり引っ張ったり殴ったりするけど、最近まだ決めてない。これから決めましょう、一緒に頑張ろう。お邪魔しました。ごちそうさまでした。ありがとう。またこの辺に用事あったらぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。また気をつけてね。頑張っていろいろ。バイバイ。
さっきの写真俺も見せてもらっていいか。ありがとう。津波で亡くなったのか。まだ見つかってないです。どこに行くんですか？福島に行く。いいか？はい。この先で働いてたんだ。あの時もここにいた。ここ？第一原発。誰の家？俺の家。
ただいま。おかえり。おはやと、ボールやろうか。あ、ハルおかえり。ハルおかえり。いくよ。うん。わさび。ごめんごめんごめん。えらそうにわさび。みつよ、わさび。わさび。どう？え？おんちゃん。うん？わさび。あ、わさびおろ。いいの。先に入れたんだ。これ海苔箸はつびんな。多いんだわ。うん、べっちゃーってつけるから、お父さん。しょっぱいの大好き。うん、うまい。ちょっとね、醤油ね。うん。うん、もう、いい。これ、お茶持ってこようか。うん、ね。お茶でお茶でねえよ、何言ってんだよだってこれ、わさび
酒持ってこった。ビールか。ビールでね、もう。ビールは最初の一杯だけなんだ。早いよ。いや、いいから日本酒持ってこ。そんな、だって今ご飯食べ始めたばっかで、今お酒飲んじゃったもん。これ当てにうまい酒飲んだべよ、お前。水筒もあるって。水筒はもうまだ、俺は早いんだよ、まだこれ、水筒。ちょっとだけね。だ、半分。森尾が来たからもうお父さん。うん、いやいや、しかしこの辺見た、ちゃんとだいぶ復興はできてきたけどもね、まだまだね、まだ大変なんだが、うん、この辺りはあの原発事故があったから、俺もくれ、だからものすごいもう人がみんな、あのこの町離れちゃったから、だからあんま誰もいなくて、だから懐かしい、ほとんどの人はもうみんな帰ってこねえんだよね。だからこう住めるようにしたのも、俺もやっぱりあのこっちは来てから、うん、やっぱり生まれたとこでやっぱり暮らしていいなと思ったから、こうね、あの住めるようにしたんだけど、ほかみんなほとんど空き家だから今ね、空き家だ。帰ってくるの、うん、じいちゃんばあちゃんばっかりだからね、うんうん、あの隣の佐藤さんは、佐藤さん清志、清志のところはあの長男夫婦はもう横浜さん行っちゃった、うん、横浜さん行って、あのだよ、その話聞いたんだ俺も、子供ちっちゃいな、まだびっくりしたの、ね、あの中学校1年の娘いたんだけど、あれ横浜の学校にあげたんだよ、で横浜の中学校に入れて、であの私は福島から転校してきた、あんでつみたいな挨拶したんだと、でどうも福島から転校してきましたみたいなこと言ったら、その生徒が手挙げて、放射能は映らないんですかって聞いたんだってよ。放射能映らないんですかって言いがダメって俺思ったの、うん、ねえ、本当にあの福島からね行くとね、みんなね、そうやってあの放射能は大丈夫なんですかとか、あの放射能で心配うずってこっちにも放射能の病気になっちゃうんじゃないですかみたいなこと、もう何にもわかんない、勉強も何もしてないやつらがね平気で言うんだよね、そうやって福島の子供たちを みんなでこういじめんだよね。俺はもうそれが腹立って、ほら、なんでそういうふうにこういわゆるなんていうの差別っていうのか、子供が言ったんだよね、それ子供が言ったんだから、うん、いや、しかしあのほらあの電力がよ、あのメルトダウンしたっちゃった時ね、なんで電力は黙ってたんだべなってみんなで言ったんだけども、この外部の方のなんだ新聞記者の人なんか、あの電力より先に分かってたっちゅうくらい、あの言ってたからな、みんなな、メルトダウンしましたよということ。まあ、俺たちには全然話なかったな。うん、だべな。でも、刑事、おめえ、なんかそういうふうに、なんか責任感じてんのか？悪かったなと思ってんの？申し訳ねえなと思ってるよ。いやいや、それはおめえのせいだねえんだからよ。そうだよ。あんまりそういうね、思い詰めんな。そういうの思い詰めて、なんか苦しんでおめえ、一人でおめえ、なんだか定職にもつかねえわ、落ち着きに暮らししてねえのか今。森尾は森尾の考えだっていろいろやってる。いや、それは考えはあっけども、ぼちぼちお前は落ち着いたらいいねえか。だってお父さんこっち戻ってきたって何の仕事もないよ。うん、分けときはいいんだよ、分けときはな、それはあの都会に行って働いても何しても遊んでも何してもいいよ。ただもうこうやって年取ってくとな、やっぱな、自分の生まれたとこ、自分が育ったとこに帰って、なんだかゆっくり、なんていうの、ゆっくり呼吸したいっていうのか、なんかそういう気持ちになるよ。俺は今そうだもの。帰ってきたがってんのじいちゃんばあちゃんだもんね、みんなね、うん、だからみんなそうだよ、うん、みんなやっぱりここで死にたいんだよ、生まれちゃんだから、生まれた場所で死にたいと思うのは人間の
これあのいわゆるいわゆるなんていうの理屈なんでねえかい説理なんでねえかい。うん、水切ってよか。今食べたことないか知ってる松前漬け。松前漬け、うん、食べたことある？ないです。初めて。そう、ここら辺でよく作るんだけどね、お正月の時とかお父さんの大好物。それを水でちゃちゃって。今ちょっと、うん、落としちゃいました。どれ？あー、いいいい、後でこれ足でちゃちゃ後でやるか、大丈夫、うん。うん、そうそう、そんな感じで。水切ったらここのボウルに入れといて。ねえ、森尾との二人旅ってどうなの？え、なんか喋る？あの人ずっと黙ってんでしょ楽しい森尾ね、奥さんとちっちゃい女の子がいたんだけどね、震災で亡くしてるの。自分は原発のところで働いてて、まあ助かったんだけど、なんか奥さんたちは車で海の方行ってたらしくって、そのまま見つかってないんだよね。ずっと探してるけどまだ見つかんない。娘さん生きてたら中学生ぐらいかな。若い頃あの映画館で見たんだけど、福島で撮影したあの警察日記って映画あって、それ見た時にあの時森重久弥だとかよ、三國連太郎とかよ、三國連太郎なんて若いんだまだ、そういうの出てて、映画の前編でな、戦争まぶしが流れてくんだよ。なんだか知らねえけど、わけわかんなくなっちゃったもんな、俺。うん。なんだべ。はあ、遥か彼方は相馬の空かよ、なんだこらよと。はあ、涙ながらね、風呂たく嫁もあよ、なんだこらよと。煙ばかりじゃないらしい、なんだこらよと。映画に映ってる田んぼとか畑とかよ、キラッキラ光っててな、
田んぼだとか景色だとかキラキラしたあの景色また戻ってくれかな。普通にみんな歩いてる。何もなかったみたい。死んじゃおうと思ったことある？マリオ。ああ、あるよ。そうすればみんなに会えるって思った？ああ。でも死ななかった。なんでかな。春、お前が死んだらな、誰がお前の家族のこと思い出すんだよ。誰もいなくなっちゃうだろ。福島に帰ろうかな。もう車で寝るの飽きたしな。家もあるし。ハクビシンの糞だらけだよ。掃除大変だぞあれ。どこが家か分かる？分かると思う。歩いていい？歩きたい。
アスカちゃんのお母さん。はい。春です。え？アスカちゃんと友達だった。ちゃん、はい、あるちゃんだ。え、大きくなったね。え、帰ってきたの？はい。あ、そう。え、今日？はい。え、今どこ住んでるの？今広島で、おばと一緒に住んでます。うん、そう、二人で。はい。そっかそっか。大きくなったね、これ。そうか。いや、だってもう、高校3年生でしょ？そうだね、高校。ごめん、ちょっと待って。ごめん。だよね。お子さん年生だよね。ごめんね。ちょっと。ごめんなさい。違う、ごめんごめん。びっくりした。ごめんなさい。私、私あの日明日香ちゃんとずっと一緒にいて、怖くてずっと二人で手つないでて、でも避難してる途中に手を離しちゃって、そしたらアスカちゃんがどこにいたのか分かんなくなっちゃって、ごめんなさい。私が手を離さなかった。はるちゃん。ごめんなさい。ありがとう。アルちゃん手つないでやって、ありがとう。
ただいま。ただいま。ただいま。返事してよ。
ちょっと待って。ちゃんと帰れよ。ありがとう。いつか返します。いいから。じゃあな、アル。はるか。私の名前、はるが香るって書いてはるか。じゃあな、はるか。ありがとう。大丈夫。あの、波板海岸行きはこっちでいいですか？こっちだよ。ありがとうございます。どこに行くの？風の電話に。風の電話？電話ボックスがあって、線はどこにもつながってないけど、亡くなった人と話ができる電話なんです。亡くなった人と話せるの？本にそう書いてありました。聞いていい？誰と話したいの？お父さん、去年交通事故で。だからどうしても話したくて。私も一緒に行っていい？は
はい。ありがとう。そういえば、お母さんはここにいること知ってるの？お母さんも誘ったんですけど、行きたくないって言われて黙って出てきました。心配してると思うから、電話した方がいいんじゃない？でも、怒られちゃいます。大丈夫だ。もう来ちゃったんだし。心配してるだけだから。もしもし、お母さん、ごめん。今は波板海岸ってところにいる。ごめん、風の電話に向かっているから。お父さんと話したらすぐ帰るから。ごめん、ほんとごめん。道合ってるかな。多分。ちょっと見せて。こっちです。こっち？はい。ありました。
ぞ。もしもし、お父さん、お母さん、ハヤト、ハルだよ。元気？ハルはね、17歳になったよ。高校3年生だよ。あの時は17歳ってもっと大人だと思ってた。ねえ、みんなはさ、今どこにいるの？どこにいるの？春はね、広島からここまでね、旅してきたんだ。ひろこさんが倒れちゃったから、なんか一人で家を出て土まで帰ってきたよ。旅してる中でいろんな人に会った。いろんな人に助けてもらった。ずっと我慢してたけど、みんなみんな生きてるし、春も生きてるし、生きてるからみんなのこと思い出せるんだよね。
き家に行ったんだよ。ただいまって言ったけどさ、誰もお帰りって言ってくれなくてさ、すごい悔しかった。みんなとの思い出の場所なのにさ、春だけ置いてったの。なんで春だけ置いてったの。過ぎてって春だけ大きくなるのがすごい悲しくて辛いよ、会いたいよ、会いたい。みんなは海の中にいるの？それとも空にいるの？海の中はきれい？魚がいっぱいいる？いつか春もみんなに会いに行くよ。みんなに会いに行くよ。でも。それまでは生きるよ。生き残っちゃったからさ、
とみんなに会うときは春はすごいおばあちゃんになってるね。楽しみに待っててね。じゃあね。Thank you.